ルカも炎上終わったら歯磨きしちゃう。今日の9時の配信で10分くらいか。ああ、そういうことね。今日の重大発表何何何教えて。教えないっすよ、まだ言えないっすよ。言わない言わない、うん、教えない。みんな16人超えだと思って言う。なわけないよね。なわけないよね。どうするそれ16人超えだったら、うん、ルカ知ってるもん。じゃあ言ってみて。マジで怒られますよ。怒られる。怒られます。私はいなかったことにしますからね。私知らないですよ。証拠。ん？証拠。証拠なんか。もう喋らない。私は。なんで？やめてください。本当に。でもだって知るのがさ。え？ね、ご飯は早く決めようって来たんだけど、ご飯どうするの？ご飯って聞こえた。あ、そういうこと？ MC な。ご飯もう食べてる。食べたもん。と、あ、え？なんで食べたの？残してあるけど。なんで？え、食べたもん、ルカ、半分。半分食べました。食べた。え、食べた。だから残してんだけど。え、持ってきてください。やで、自分で持ってこいや。持ってきてください。何も映ってないじゃん。てるよ。私何も映ってないね。チャラ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 。次のテーマは何ですか。ちょっと一瞬出るね。ちょっとここに映ってて。いいよ。じゃあアメロのファンの人ルカにギフト投げて。もうすぐ誕生日だから誕生日プレゼントちょうだい。アメロこっちのカメラなんだ。ルカやだな、こっちのか。こんにちは。誕生日いつだっけ。私ルカさんの5月25。ルカさんのです。あと6日後。なんかまだメイク終わってないんだ。なんでメイクしないの。まだメイク終わってないんだ私。7分今もう45分かな。半分でしょうね。すんごい冷めてる。ルカも着替えたいからそろそろ。え、着替えてないじゃん。うん、着替えてないよ。なあ、5分もあれば着替えれるよ。なお、43分。まあでも準備しなきゃいけないんで、みんなバイバイ。ちょっとメイクしようかな、私も。じゃあ、公園来れない人はサイリウム投げてください。あやめろのファンももうすぐ誕生日なので私は。いいや、ビーチやめてやめて。私の誕生日のあれがなくなるじゃない。だからルカのファンはあやめろの誕生日の時にそっち行くから。本当に信頼していい。うん。どこ。え、何のあれがあるわけ。やめてください。プレゼント待ってます。やめてください。やめてください。やめてくださいね。私ありがとう。サイリウム私何分まで配信したら。うるさいな。あ、サイリウムいっぱいありがとう。39からやった私。39。みんな生誕祭のために39からやっておいてるんだね。今何分。55分。あ、じゃあ間に合うね。間に合います。ありがとう。間に合うけどメイクしたいな。ありがとう。メイク終わってないんだ私。オレンジもある。オレンジ、うん、オレンジのサイリウム。え、なんかさ、いろんな色ありますよね、うん、ありがとう。40分からだから55分。今日はみんなね、自宅待機だから。そうなの。もうすぐ生誕だから多分控えてんじゃん。あ、そういうことですか。うん、メイク終わってないです。ここでいっぱいサリウム振ってね。メイク終わってません。じゃあ、私は準備していきます。着替えなきゃ。じゃあね、みんな。また配信します。え、メイクしようかな。ありがとう、バイバーイ。こっちは、こっちには。バイバーイ。ルカにサイリウム振ってね。バイバーイ。またね、公園見てください。行ってきます。無事終わっちゃった。切った。切りました。あ、
った。思い出来ちゃったよ。また行かなきゃいけない。また行かなきゃいけない私。またいなくなるよみんな。ごめんね。またいなくなってしまう。ルカが喋っといてあげるよ。本当ですか？うん。ちょっと待ってね。ルカは、誕生日にクマさんが欲しいです。クマさんタワー。あ、クマさんタワーあったよね確か。あ、帰ってきました。どうぞ。ありがとうございました。さようなら。着替えてきます。着替えていってください。さようなら。さようなら。私は今からチークを塗ります。私はチークを塗りますね。メイク商品紹介しようかな。クマさんのタワーおねだり？何？なんか言ったでしょ、ルカさん。変なこと言ったでしょ。怪しいな。ルカさんなんか言ったでしょ。ルカさん変なこと言わなかった？チョーク、チョークじゃありません。チークです。チークを塗ります。私踊ると顔が赤くなってしまうのであまり塗らないようにはしております。クマタワー狙ってた。よくないなあ。チークはですね、アディクションの、すごい画面が映ってる、06番です。もうずっと使ってますこの色、この色でございます。あ、すごい映ってる。アディクションのブラッシュミックス06番です。で筆で塗っております。どこの化粧筆使ってるの？私は6プラスです。筆の、私持ってるんですよ筆の。すごい汚いんですけどこうやって持ってるんです。筆いっぱい。これアイシャドウとか、これ眉毛とか、これチークとかいっぱい持ってます。はい、こんな感じでございます。はい、これはルンさんからもらった鏡。なんかいろいろセットでもらったんです、化粧品の。ブラシありすぎ。ブラシめっちゃあるの。なんかね、私意外と鼻から下しか映ってない。確かに、ごめんね。めっちゃもうごめんね、全然映ってないわ私。これでいい？いろいろ映ってない？大丈夫かな。全部持ち歩いてんの？そうだよ、私は持ち歩いております。やばいよね。習字はしません。書道はしません。書道はできません。持ってるのチークだけ？持ってるのチークだけじゃないよ。持ってるのチークだけだったらやばいでしょ。でも最近のお気に入りのマスカラがございまして、私の、でもあれです。あの女の子だけにしかごめんなさいね、興味ないと思うんですけど、でもねこれデメリットの方がちょっと多いんですけど、でも私は好きで、このミルクタッチのマスカラ、ごめんなさい、これもう黒は2本持っております。これ茶色、ブラウン、これマスカラなんですけど、これすごくいいんですけど、めちゃめちゃ乾きにくくてめっちゃまぶたにつくの。でもその代わりめっちゃ綺麗に、なんていうの、めちゃめちゃつくから本当におすすめでございます。はい、そんな感じでございます。はい、 YouTube みたいだ。確かにこれは
最近のお気に入りです。はい、黒はもう2本持っております。で、こっち紹介してる間に時間が過ぎていってしまう。チューブ式のマスカラなの？そうだよ、こういう普通のマスカラです。はい、さっぱりわかりません？わかんないよね。で、私は好きで使ってるこんな感じです。友達がミルクタッチで働いてるから伝えておくね。え、そうなんですか。でもすごく私は好きです、このマスカラを愛用しております。ありがとうございます。だからなくならないでって伝えておいてください。なくさないでって、廃盤にしないでくださいって伝えておいてください。お願いします、頼みます。この顔面が出来上がらなくなっちゃうので。化粧品ってすごいよ、本当に。あとは何をしなければ、あ、そうでした、そうでした、思い出しました。あとはラメをつけます。僕はミルクボーイが好きです。ミルクボーイさんね。どっちのミルク、福屋の方なのか、芸人さんなのか、どっちなんでしょうか。ラーメン、ラーメン、なんか空いたのでラーメンが食べたくなってきてしまった。あとコートを着なきゃいけないので、もう15分になった、55分になってなったら終了します。本当にごめんなさい。私のお気に入りのラメはこの 2個です。これは 3CE の英語がわからないです。なので一文字ずつ言うと DOUVLENOTE です。ハッシュタグみたいなの書いてあって、これおすすめで、ロム&をもう一個持ってるんですけど、それはちょっとお家にあるのでこれしか紹介できないんですけど、わからん、03番だ、これの03番です。今から取ってきて、無理です。はい、こんな感じ。同じのをずっと使ってるの、そう、同じのをずっと使ってるかも。基本私なんかこれってなったらこれになっちゃう人タイプだから、はい、そんな感じです。そしてラメをつけます。え、この時計とさ合ってないか不安になるんだよね。この時計もう6時なんだよ、怖いんだけど。まだ大丈夫だよね。あと1分？あらま、時が経つのが早いですね。早いですね。54分？OK、ありがとうございます。こんにちは。55分になったよ。え、出てなくない？15分。15分配信。
15分配信じゃない、15分経ちましたって。あ、出た、ありがとうみんな、ありがとう。よし、ということで行ってまいる。バイバイみんな、ありがとう、バイバイ。あと、あの公演後は9時頃でしたね、配信があるみたいなので、皆さんぜひ見てください。みんなバイバイ。